パトルース・プランシャス、ジェイバイズ、レイン、ビンケリーズ、ペトルス・プランシウスは、フランドル地方生まれのオランダ共和国の天文学者、地図制作者、聖職者。多くの製図や、天球技を制作し、現在も使われている4つの星座を考案した。カルバン派の牧師としては、マルティン・ルターやレモンストラント派のヤーコブス・アルミニウスや、ホルシティウスの教義に反対した。現在のベルギー。 ベストイコールフラン州、フーフェルラント地方ドラヌーテル村で、ピーター・プラットバーとして生まれた。オンショットの学校で学んだ後、イギリスで、数学、天文学、地理学、神学、歴史学と、外国語を学んだ。彼は専攻していたラテン語に習い、名前を、パトルース・プランシャスと変えた。1576年に24歳で、改革派教会の牧師となった。 彼は伝道のために全国を旅した。15世紀末にハプスブルク家の支配下となり厳格なカトリックとして知られたフェリペ2世がネーベルラント王として君臨していた80年戦争下の当時としてはこれは大変危険な行いであった。彼はメヘレン、ブルッセル、ルーベンなどで7年間活動した。この間、1579年に 未亡人のジョアンナ・ギュブルズと結婚している。1585年にアレッサンドロ・ファルネーゼがベルヘン・オプゾームを占領すると彼は異端審問を避けるためにアムステルダムに逃れそこで説教師に任命された。アムステルダムでフランシウス夫妻は8人の子宝に恵まれた。自然科学、広報と地図学への興味をますます強くした彼は1590年に メルカトルの地図を改良した5つのオランダ語版の地図を出版した。1592年には、スペイン国王の地図制作者であったバルトロメ・ウラソの海図をポルトガルから輸入し、当時最新の情報をもとにノバヤ・クサクタ・タラルーム、タブラ・ジョバグラフカイ・ハイドラグラフカを制作した。プランシウスは、東インドとの高新量貿易を狙って、 アムステルダムの商人たちが1594年に設立した煉国会社に対して助言した。スペインやポルトガルの海軍力との衝突を避けるため、彼は艦隊司令官のウィレム・バレンツに転速広報で北、アジアを回る未知の航路を進むことを推奨した。しかしながら1595年から1597年にかけての3度の試みでもこの北東航路は、 見つけられなかった。同じ頃、南の航路にも挑戦することとなり、この時も、商人たちは、プランシウスに助けを求めた。当時、コンパスの地震が不一致を示すのは、南に突き抜けたからである、と信じられていた。シモンステビンとプランシウスは正しい答えを探した。プランシウスは、フレデリック・デ・ハウトマンに、天体測量を教えた。また、プランシウスは、 公開者のペーテル・ケーセルに南天の星図を作成するための天体観測を依頼し、偏差を補正できるように観測機器を彼に与えた。ケーセルはジャワ島の番天で隠しするが、彼の観測結果は後にハウトマンによりもたらされた。この1595年から1597年にかけて行われた最初の東インド遠征は悲惨な状態で、 商業的にも失敗に終わった。249名の乗組員のうち生きて、帰還したのは87名で、多くは薬病と地元住民との闘争によって命を失った。加えて、わずか数村の胡椒とナツメグを購入できただけであった。しかし、それでも商人たちは東アジア貿易の始まりであると捉え、これよりポルトガルによる 高信料貿易の独占は終わりを迎えることとなった。プランシュースは、あまりに天文学や新世界、東、インドに時間を費やしていたため、説教に対して準備が足りないとして批判された。1599年には彼は全員に説教を、始め、1602年に、オランダ東インド会社が設立された後はより、進学に対して取り組むようになった。 1603年以前に彼は予定説に終止返し、アルミニウス主義とより激しく戦うようになった。1609年には、デュースブルク生まれの人文主義司祭アドルフ・ベナトールに対するためアルクマールへ行った。1610年には、プランシュースは反、レモンストラント派のリーダーとなっており、ドルトレヒト会議の開催を呼びかけた。1618年に開催された会議には、 彼の不寛容さが原因で招待されなかったが、聖書の改定を認められた。プランシュースは、オランダ西インド会社の設立にも関わり、ヘンリー・ハドソンや、ヤンリヒト・ハルトとも関係があった。1622年5月15日に、他界25日に埋葬されたが、彼の希望をよそに、教会での地位にふさわしい形で埋葬されなかった。1589年に、 南天の星座を含む天球儀を制作した。この天球儀には二つの雲状のもののほか、トライアングヤラスアントクティカスという名前の星座や、クラックスという名で十字型の星座が描かれているが、これらは実際の大、ショーマゼラン雲や南の三角座、南十字座とは描かれている位置が全く異なる。これは1592年の地図に付された天球図においても同様である。 こちらの天球図には、ハトザやポロフィラックスも描かれている。ケーセルは翌年ジャワで没するが、12の新しい星座と135の構成のデータがハウトマンから、オランダ本土のプランシウスのもとにもたらされた。プランシウスは1598年に、これらの星々を加えた新しい天球儀を製作した。また、ケーセルのもたらした情報には、 南十字座の星々のデータが含まれていなかったため、プトレマイオスのアルマゲストのデータに依拠せざるを得なかった。そのため、これらの天球儀やバイエルの裏のメトリアに描かれた南十字星の位置も実際とは異なっている。プランシウスは1613年にさらに新しい星座発行を加えた天球儀をアムステルダムで発表した。新しく加えられた星座は、 キリンザ、イ角カクジュザ、コカニザ、ハチザ、チグリスザ、ヨルダンザ、オンドリザ、南のヤザである。このうち、キリンザとイ角カクジュザを除く6つは、現在使われていない。小惑星プランシュースは、彼にちなんで命名されたものである。これら12の星座は1603年のヨハン・バイエルの星図、ウラノメトリアに取り入れられたことから、現在では、バイエル星座とも呼ばれる。 プランシウスの監修のもとに、アムステルダムの地図制作者、ヨドクス・ホンリウスが、ゴアの彫金を担当した。第二次世界大戦で消失したため現存していない。A.B. イアン・リドパス、スター・テイルズ、トライアング・アラム・オストレイル。2015年5月4日閲覧。イアン・リドパス、スター・テイルズ・コロンバ。2015年5月4日閲覧。イアン・リドパス、スター・テイルズ・クラックス。 2015年5月4日閲覧。ワーナー、ディー・ボーラ、J ・ジェスカイ・エクスプロード、セレスティアル・カートグラフィー1500から1800、テートルーム・オルビス・タラルーム・リーミテッド、アンド・アラン・アール・リス、インク、ピアニッシモ、203から204、イアン・リドパス、スター・テイルズ、チャプター・1コンティニュード。2016年4月11日閲覧。 プランシャスイコール 1987QX3 イコール 1987SM20 イコール 4089PL イコール PLS4089MPC2021 年8月28日閲覧ありがとうございます。